いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はバートルさんの空調ファンを洗っていこうと思いますね。こちら汚れ具合ね、ちょっとライトを当てながら確認していきましょう。はいね、こんな感じで羽の部分、裏側とリングの部分にね、ちょっと汚れが付着してます。まだね、綺麗な部類かもしれませんが、私の場合はね、ちょっとここまで来たらちょっと綺麗にしたいなと思います。はい、普通の方はね、ある動画を見ると分解してね、ゴシ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 羽の部分一枚一枚拭かれてる方いますが、まあそれはね、はっきり言って時間の無駄ですね、と思います。で、ちょっとまずこれね、動作確認だけしましょう。ね、これ今ね、はい、ネット、ね、これ、ゴミが入らないね、メッシュのネットがついてますけど、これはね、ちょっと今外して、ね、はい、こちらもね、同時に今回洗っていくんですが、これはね、まあ、手洗いになろうかなと思いますんでね、これもまとめて、ね、はい、まとめてね、こんな感じでもう、最初からね、どうでしょう、こうね、ね、こんな感じで、はいね、やっておきましょう。はい、そして、はいね、こちらのね、汚れ具合ね、先ほど確認はしましたけれども、はいね、で、今、これね、動作の確認もしましたね。もう一回見てみましょうかね。はい、ね、で、こちらの方もね、はい、汚れていますということでね、はい、ね、そこそこ、まだね、使えますけど、まあ、もう、一緒にね、やっちゃいましょうということで。はい。で、これね、リングもついてる状態。この状態ね、もう、めんどくさいことしないということでね。これ、もう、どうでしょう。ね、裏側がもう汚いんだよね。まず裏側にこれ。ね。それで、ね、これ、水が入らないような、このゴムキャップのね、部分ありますけどね。それでお構いなしですね。普通、ここまでね、やる方、絶対いないかなと思う。ね、これちょっと手でね、なじませて。はい、ね。よいしょ。で、はいね。あとこれ、線の部分もね、この間に、ひだひだの部分にもね、はい、ほこりとかもね、入りますんで。はいね、こんな感じで、もうね、クシュクシュ、ね。もう、マイペットで洗っちゃいましょう。はいね。どうでしょう。ね、とりあえず、洗剤がね、しっかり染み込んだ状態。ね。はい。もう、間違っても電池にはかけないでくださいよ。ね。はい。ね。で、こんな感じで、ね、これもクシクシやりながら。はいね。ここまで来たら、あとはね、どうするかっていうとね、もうこのままになったら壊れるんじゃないかってね、ビクビクされる方いるかなと思いますが、ね、心配はしないで、このままね、はい、高圧洗浄機のね、場所に、ちょっとね、持っていきます。いきます。はい。よいしょ。はい。いうことで、はいね、こんな感じでしっかり並べます。よし、並べますよと。並べたらね、これだけは手洗いね、ちょっと手洗いしましょう。はい。そしてちょっとね、もう絞ってね、もう絞ったらどっかね、もうポケットでも入れときましょうかね。もう、はい、ポケットでも入れておきます。はい。ではね、ここは洗浄していきましょう。よし。いきます。はい。ね、こんな感じ。はい。はい。ね、線もね、汚れてますんでね。線も一緒にね。裏表。はい。ね、これショート動画でね、1分間でね、洗うってやつね、何度も上げましたけどね。まあ、真似されてる方いるんでしょうかね。ちょっとわかりませんけど。はい。もうここまでね、2、3回やればもう泡取れますんでね。はい。ちょっとね、落ちたやつは拾いましょう。ね。これ、自転車のね、網かご。はい。もうここまで来たらね、もう OK でしょう、ということでね。はい。ね、これもうすぐ使いたいんで、まあ、すぐ使うという場合はね、これ、ちょっとまあ、ね、これ今ちょっとリング外しちゃいましょうかな。リングだけでも本当は洗えばいいんでしょうけれどもね。ね、ちょっとリングの間にもちょっと泡がいる場合もあるんで、ちょっと一回このままで。
はい、ね、もうここまで来たらもう OK というふうにしましょうと。ではね、これ AI がないとね、この方式はちょっとダメなんで、まあ見ててくださいね。いきます。はい、ね、どうでしょう。はい、ね、一応加減としては優しくねアプローチして、はい、で今度ねこの穴、ここのねゴムキャップのところしても絶対水が入っていくんでね、これどうでしょうね。もうとにかくゴムキャップ全然意味ありませんので、ゴムキャップね、エア持ってる方はねゴムキャップする必要ありませんので、はい、これでね一つ目完成です。水分がね出なければまず OK です。はい、ね、この辺ちょっと置き場所を作りましょう。はい、ちょっと置き場所を作りましょうですね。はい、次ね、もう1個目、はい、このねゴムキャップは本当にねする必要がありませんのでね、ほらこんな感じでね、どっちみちね水かければそれなりに水が入りますんで、ね、もう水が入ってもね出すっていうね発想、はいね、これここまで、はい、ここまでやってね水分がもう出なければ全然OK です。ちょっとね汚れ具合ちょっと見ましょうかね。これどうでしょう、もう全然ね、ほこりっていうかもう茶色い部分全くありませんね。はいね、とにかくね高圧洗浄機でやられる場合はね、もうまずねこのコンプレッサーね、エアーは絶対に必要なんでね、まあ大工さんとかはコンプレッサーのねエアー持ってると思いますので、はい、ここね、とにかく隙間という隙間にエアーをぶち込みましょう。はい、3個目ね、実はね今これ来てるのも空調室で同じねファンがついてるんですけどもね、同時に3個やるったら大変なんで、まあこれはこれでね、また次回やろうかなと思いますけども、はい、こんな感じで、よし、ね、一応冬中ね高圧洗浄機じゃない、冬中は高圧洗浄機使えないので、まあ冬中ねこれ洗うことはできないのと、まあ冬もね、一応空調服はね実は使ってると、防寒着の下にね空調服着てるというような状況で、ね、なので冬ワンシーズン使った状態での汚れになります。はいね、除雪作業してもねちょっと汗かくときがありますんでね。はい、あと次これリングね、リングちょっといっちゃいましょうかね。はいね、リング、はい、リングのね周りも汚れてましたけど、どうでしょうね、リングの周りの汚れも完全に、はい、取れてしまいましたよというところでね、ちょっとねこれ持つときに、まあ、大変なんで少しとこリングだけちょっとはめておきましょうかね、軽くね。はい、よいしょね。で一応ねまあ心配性の方もおられると思うんでね、ちょっと最後にねここのカバーは開けてみたいなと思います。はい、あとのこれ最後、まあ2本いっぺんに行きましょう。こんな感じでね、で、はい、一本一本ね、この中ね、とにかく接点の部分ね、ショートしたら困るんで、はい、ね、こうね、はい、はい、忘れた部分があって、ね、もう何回かやってます、はい、ね、合計6本。はい、もうこれで OK です。はい。
で、これをね、ちょっと持っていって、でね、まあ、当然ね、これ、エアをね、持っていきましょう。はい。でね、これちょっとね、こんな感じで作業しちゃったんで、ね、本来はちょっとそれなりにね、濡れないものでやってほしいんですが、もうね、これ今回今ちょっと撮影のためにね、もうこれひっくり返してますよ。拭かないで。ね。もう、こういう場合はやむを得ません。ね。台本にないこともたまにありますんでね。今、コンプレッサーの音ね、止まりました。で、これね、ここ、一応ね、心配な方おられると思いますんでね。これね、こうやって蓋を開けてみましょうと。蓋ね、開けて。よいしょ。あれ？よし、ね。このゴムキャップの部分にもビスがあったかな？ありますね。はい。よし。取れない。はい、取れましたね。はい。ね、こんな感じでビスがね、2本入ってます。はい。で、心配な方はね、はい、ちょっとね、落っちゃいましたけど。心配な方は、ここね、まあ、エアダスターみたいなのでやられる方もいると思いますんで、まあ、ちょっとその辺ね、心配な方は、ちょっとこの辺をしっかり開けて、開けて、ここの部分にね、はい、エアをね、ちょっとこの辺外れないように注意しながら、ちょっとね、どっかにゴムリングも入ってる可能性があるんで、その辺も気をつけながら行きましょうかね。はい、ゴムリング大丈夫かな？あ、こっち側についてましたね。はい、ね、ちょっと、あ、ありましたね。これね、これのゴムリングだけ気をつけてくださいね。はい、で、ここ、こんな感じで。はい、この中にね、やっぱり水入ってますんでね。はい、ね、こういう、ここまでやればもうこれ完全、完璧です。ね、ちょっと、ね、もうちょいこれね、やれば。はい、おそらくね、もうこれで水分なくなってるとは思いますけれども、本当にね、心配性、これやっぱり若干ね、今水分ここにね、乗っかってますんでね。はい、ということで、ここまでまずね、やることが一番理想的かなと思います。はい、で、あとね、戻す方法がいろいろね、ちょっと分かりづらくなっちゃうんですが、はいね、これメーカーさんでは絶対ね、推奨されないやり方。と思いますんでね。これ、はい。ここでゴムのリングをね、先に。もうこれね、まあ、ここまでもね、外すのもめんどくさいんでね。なので、私の場合はもう、ここのまでの作業も、はしょってますと。ここにね、はい、入れて、はい。とにかく、この今のね、ゴムリングだけ、落とさないように気をつけましょう。はい。で、これをね、ここからはめるよと。これでいいかなと思います。はい、どうでしょうね。ちょっと他のやつ見ましょう。ゴムリングが当然中に入ってる状態なんで、はい、ゴムリングね、噛んじゃってますね、今ね、はめるときに。なので一回ね、しっかりこれね、外すときも丁寧に外しましょう。はい、ゴムリングがね、ゴムリングちょっと噛んじゃいましたね。はい、噛んでしまったので、こうね、持ち上げながらはめていくのがね、いいのかなと思います。はい。ちょっとね、気をつけましょう。はい。こうね、こういう立てながら、立てながら、で、いい位置にね、はめるという、まあ先にこっちですね。先にこっちに入れて、先にこっちの内側に入れてですね。はい。この辺はね、ちょっと皆さん、ゴムリングだけ、なくさないようにしましょう。はい。そして、ここを入れながらなんで、はい、これね、とにかくこれを外す自体がね、もう手間なんで、ということは何かというと、これね、外す必要がないでしょうと、外さないでやりたいですねっていうね、ところに、はい、なります。はい、こんな感じでね、で、あとはちょっとね、メガネかけさせていただいて、で、ね、先ほど言ったように心配性の方はここまで、ちょっとやられるといいのかなと思います。はい、ちょっと。ね、これ外すだけでも手間。なのでね、全部分解して、
なので、まあ皆さんね、これ買い替えの方っていうのは多分汚れてね、汚くなって、小汚くなって、まあね、1年使ったからね、取り替えようかっていうような発想なんでしょうけれども、もうね、ちょっと今見ての通り、まあ高圧洗浄機とエアーさえあればね、まあ一瞬でね、それこそ1分で綺麗にね、なりますということで、はい。こうね、やりましたと。ということで、こちら今ね、もう一回、こんな感じでね。もう完全に水分。ね、水分がなくなりましたよと。はい。で、こちらがね、綺麗にした方。ね。で、もう、これ、どうでしょう。ね。一切何も水分なくなってるはずですね。これもね、心配性の方はまあ 2,3 日ね置けば間違いないとは思いますけどね。もうこれでね、はいね、もうメーカーさんでは絶対推奨されませんね。ただね、もうこれ私20回30回同じことやってますけれども、これでね壊れたことは一度もありませんね。まあこれで見ていただければね、それでわかると思います。はい、ではね、これ接続します。はい、行きます。はい、どうでしょうね。はいね、はいね、こんな感じで、はい、間違いなく動いてるよということでね、すぐね使えますんでね、逆にこうやってね回すことで、まあより乾燥がねしやすくなるのかなということなんで、もうこれね心配性の方は分解してまたエアーね入れるのがいいのかなと思いますが、私の場合はねもう、ねもうこれでもかっていうぐらいにここにね入れてあげるよと、もう、まあ、すぐ使う場合はな分解されるのが安心かなと。すぐ使われない方は、まあ、ちょっとね、2、3日置いていけばもう完全に乾くかなと思います。まあ、メーカーでね、水洗い OK ということでやってますんでね。はい、そこそこ防水性能はあるのかなと思います。はい、いうことでね、空調ファンね、高圧洗浄機とエアーがあれば、まあ、簡単に分解しないで、分解するっていうのは本当に無駄な時間ね。分解してゴシゴシするぐらいだったら、まあ、買い替えた方がいいったらまたね、それは語弊がありますけれども、もうね、大工さんぐらいの方はねコンプレッサーのエアーありますんで、あとはまあ洗車場行ってね、ちょっとまあ高圧洗浄機ない方は洗車場でも行ってバーッと洗って、それでねご自宅に帰ってエアーでバーッとね拭くというのが、まあ一番いいのかなということでね思います。普通のねエアダスターでちょっと綺麗にねエアーを飛ばすとなると、ちょっと力不足かなと、ね、このピンポイントであれするエアーっていうのはやっぱりこれねコンプレッサーだけかなということなんで、普通のね廃鉱機さん、マキタさんのエアダスターでシュッシュッとやるタイプのもので、エアー、水気をね完全にちょっと除去するには力がね足りないのかなと思います。はい、いうことでね、これまた今年ね何回かショートでもやろうかなと思いますけども、はいね、こんな感じで簡単に治りますんで、高圧洗浄機とエアーある方やってみてください。以上、ご視聴ありがとうございました。